から2対8はフックが動くこととね、キラーが見えちゃうっていうね。その意識が働きすぎてるのと、あとね、位置取りが悪いっていう。みんな同じ位置にいるっていう。だから、だいたいフック逆の方に行くんだから、倒れてる位置の。大まかに言うと。必ずではないけど。だから、今日ちゃんと。あった意味でも。うまく取れない。でも気楽にやればいいんじゃない。さっきは消化試合でよかったわ、一人用で。二人でやってる時にあれはなんない。今、アーミヤさんがいるから絶対なんないんだけど、あんなことは。あんな大惨事には。君もこれ秒で助けてくれたでしょ、僕。やばいとね、耐久入っても助けないパーティーいるから。耐久入って助けに来るの。もうこんな人らしくゲームできないじゃん。ら、ゆいに言うと、今の当たり前だと思ってる？俺、所詮ね、耐久入れられたから。まあ、おかげでフレンドさんのすぐできたけど。結果オーライなんだけど。プラスに考えれば人生、あれ。一緒の時間が、一緒にゲームできる時間が1分でも2分でも増えたっていう。わーいっていう。ここはね、真ん中だから。やっとくわ。ただ、塊大作戦だね。むちゃむちゃ塊大作戦になる可能性が。でも安全地帯が作れると考えるか。めちゃめちゃレベルで固まるんだよ。あっちがつかないと。ここ使えるのはわかるけど、長期戦見据えると不利。固まると言っとく。上を使えれば、まだ一筋の光がある。まだおびき寄せた方がマシのレベル。厳しいけど向こう行かないと。塊注意報がなんか頭の中に流れてる。ここついてもね、この人たち多分理解してるかな。塊。向こうつけてほしいね。誰も倒れられない。こっちは救うわ。大丈夫大丈夫。しょうがない。固めてる感じだっぽいから。あれ、こっちは、俺の担当のところでよかったよかった。最高最高。多分いるけど。まず、皆さんに優先。他の人悪いけど我慢し。
義務の成人的支柱なんだから無理なんです。ちゃんと働ける人を回復しないと。ドラは全然あのやばい人もいるから、申し訳ないけど助ける価値あるかっていう終盤になればなるほど輝かない人もいるからね。ちゃんと仕事する人をまず優先しないと。まずね、本当できる人を助けないとチームとしては勝てませんからね。エリアは大丈夫。アミナさんやられた？まさか。おい。ぐるぐる回ってる暇ないんだ。山でしかないわ、くるくる回ってるやつって。大丈夫かな？なんでこの2階のやつ余計なことやってる。よし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 、じゃあこれで、これがヒーローじゃん。よかったよかった。固まっててやばいかなと思ってたからね。うん、よかったです。で、こちらは良い